い、どうも、毎度おなじみ、流浪の番組ではない、山田モータースでございます。マイチングマチコ先生でございます。残っちゃ、今回の方がですね、またごめんなさい。毎度毎度ね、ミニッツね、4x4 のハイラックスなんですけども、以前の動画でね、ジムニーのボディに、乗せ替えてね、配信させていただいたんですけども、今度ね、ハイラックスのホワイトボディをね、入手しまして、今度ね、こちらを、ちょっとね、改造したので、紹介、改造っていうかね、乗せ替えもね、またやっていこうかなと思ってますので、どうぞね、ご覧になってくださいね。で、いつものようにね、まずはノーマルのね、表彰から出されました、普通のね、ハイラックスサーフの、ノーマルバージョンね、を、走らせていきたいと思っておる次第でございます。はい。あらららららら、ああ、こっちゃった。これがね、やっぱり、なんでしょうね、ディテールがね、細かくて、やっぱり一番ね、細かくていいなと思ったんですけど、私ね、ホワイトボディセット、デカールもついてるのかなと思ったんですよね。そしたらね、ホワイトボディセットはジムニーの方もそうでしたけど、ハイラックスサーフの方もね、ちょっと今、戻ってきたらね、アップでお見せしようかなと思うんですけども。デカールついてなくてね、ハイラックスのエンブレムというかね、マークなんかは、自分でね、どこからかね、探してきてね、作るか、あと自作してやらないと、エンブレムはね、ついてなかったんですね、これね。いいねー。もうずっとやってますね。はい。じゃあね、ちょっとアップでね、ディテールアップを見ていこうかなと思うんですけども、ですね。まずね、この辺のね、トヨタか、これは。トヨタのマークとかついてなくて、ごめんなさい。ちょっとね、塗装なんかね、今日いっぱいやったので、手がね、ちょっと汚れてたらね、この辺も汚れてますね。ごめんなさい。で、この辺のね、ボディ外すとよくわかるんですけども、ちょっと外しましょうかね。ディテールがね、とても細かくされてるんですよね。よいしょ。これちょっとね、背面タイヤでね、隠れちゃってます。スペアタイヤでね、隠れちゃってますけど、結構ね、このリアなんかはとてもね、これ、細かくできてたんですよ。はい。で、この辺のね、ディテールなんかもついてるのかなと思ったら、ついてなかったですね、ホワイトボディには。はい。で、今回ね、改造したのはですね、はい、こちらになります。ジャバ版。まずね、元のね、ちょっと参考にしたポップなね、ハイラックスサーフがこちらになりますね。で、今回ね、作ったものがこちらになります。ジャバ版、どうですか？ちょっとね、先ほど画像でお見せしたハイラックスと、ちょっとね、このパターがね、同じようにしてね、で、ウッドパネルをね、貼ってみました。はい、で、この辺のね、グリルなんかはマットブラックで塗って、ちょっとね、シックにね、まとめてみました。で、リアなんかは、こんな感じでね、で、残念ながら先ほどもお伝えしたように、エンブレムとかがないのでね、ちょっとね、残念な結果になりましたね。じゃあね、ちょっとね、乾燥してっていうのかな、乾燥して、走らせていきたいと思います。結構ね、面白かったです。プラモデルみたいで。はい、どうですか？はい、じゃあ走らせていきますね。やっぱね、私、白のボディのお車ってすごく好きなので、今回ちょっとね、すごく、満足な出来になりました。やっぱ白いボディが好きなんだなって自分でも思いました。こうやってね、見てるとテンション上がります。白いボディだと。いいっすねー。楽しいなー。あとでね、最後にもう一回ね、ミニッツの方、ミニッツじゃごめんなさい、ジムニーの方のボディもね、ちょっと乗せ替えてね、最後にね、走らせていきたいと思います。おー、やばいやばいやばい。やばい。
この辺映ってないかもしんないね。もうちょっとあれかな、上にした方がいいかな、視点を。ちょっとごめんなさい、映んないか。面白いなあ。あららららら、危なかった。危なかった。どうですかこれ、かっこいいでしょ。足がよく動いていいなあ。あれ、はい、じゃあね、最後にね、ジムニーのね、ちょっとボディに変えて、もう一回ね、走らせていきたいと思います。はい、じゃあね、走らせていきます。ジムニーですね。まあ、これ元はね、先ほどのハイラックスサーフのシャーシと一緒ですので、私がね、ホワイトボディを買ってきてね、ホワイトボディセット買ってきて、まあ、乾燥したものになります。まあ、これのね、チャームポイントはね、やっぱりボンネットにあるね、スペアタイヤがね、とても可愛い一台ですよね。おー、すごいよいしょ。倒れちゃったかな。ジムニーがね、18分の1でハイラックスが、24分の1でね、全然スケール違うんですけど、見事にね、意外とね、大した加工もしないで、乾燥できたので、とてもね、楽しいです。はい。いやー、ちょっと、やばい、楽しい。おー、おー、多分ね、ノーマルのね、ジムニーよりも、よく走るんじゃないかなと思うんですよね。結局、リフトアップにだいぶなってて、ミニッツのノーマルのやつはね、結構ね、なんて言うんでしょうね、車高がね低めで、あとバンパーなんかもね、これ私ね、ちょっと出っ張らして、ちょっとね、クリアランス取ってるので、意外とこれ走るんですよ、これ。バンパーね、突き出しにしてんですよ、これ。ありえにね、これ、こういう風に。はい。こういう風にね、普通はね、これ大体で辛い位置ぐらいですからね、ボディ、フロントフェイスのマスクのところはね、はい。かわいいな。なんかこれが一番なんかね、私すごく気に入ってるね、気に入ってますね。まあもちろん今回のね、ハイラックスサーフもね、とても気に入ってますけどね。おお、あらららやばい、落っこちゃったー。あらららららら。いや、最後にね、今回のボディで、フローリングしていきたいと思いまーす。
楽しいよ。はい、それではね、次回の動画までバイ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 キン。足元にミニカーから見つくミニカー P38、 この手のミニカーに山田三世、あれ山田モーターあーす。